皆さんお疲れ様でしたそれでは令和三年担当式試験企業法の回答速報を始めます担当はレクセン人講師の森村ですでは回答をご覧ください、えー、もうレックのホームページにアップされていると思いますけれども、えー、回答をそのまま読み上げていきますね、えー、5つ区切りで、えー、41562 次問題6から問題10までが3462134621問題11から問題15までが6331363313問題16から問題20までが5645256452、えー、もう一度5つずつ読んでいきます。 ですで正当可能性はですね正当可能性が高いものっていうのが、まあ、難易度が低いものというふうに考えてください正当可能性が低いものが難しいものということですね。問問問題1があ高問題題ががが中問題3が こう問題4がこう問題5がこう問題6がこう問題7がこう問題8が中問題9が低問題10がこう問題11がこう問題12が中問題13が中問題14がこう問題15が中問題16がこう問題17が中問題18が低問題19が中問題20がこうですね。 ですでどれぐらい取っていただきたいかといいますとですねえっと数が 交は全部取っていただきたいんですよね。う中手で手が2つ2つありますよね。で中が1234567個あるんですよね。とあとえ合計。 が11あるんですよね合ってますよねこれで。はい、で「弧」は11分の11は欲しいですよね。で「中ですけれどもやっぱり半分以上は合ってほしいので、えー、7分の4まあ「手」は合わなくてもしょうがないですよね。そうすると「項で、えー、55点で「中で、えー、20点ですよね。 でこれがゼロで,で、ね、合計するとまあ75点ぐらいは欲しいかなという感じです。どうでしょうねまあいつものことですけれども、えー、とボーダー合格最低点っていうのは全科目の総合で決まりますからまあ企業法の 難易度でですね、えー、そのボーダーが決まるわけでも何でもないですから、えー、まああんまり何点取れたかっていうのは企業法だけの点数を気にしてもしょうがないんですけどねで一応まあ簡単な分析しときますと取材形式特にいつもと変わらないです取材数20問配点5点で問題四4指の選択肢6詞ですね。 で分野別出題数も、まあ、いつもとそんなに変わらないです。ちょっと変わったのが設立が前回2問出てたのが設立が1問になったのとあとは期間が前回5問だったのが6問に変わっただけです。あとは変わりないです。であと判例が9紙出てましたね。判例が九紙出てました。で会社法施行規則はこれまだあの細かく実は見てないので。 えー、よく見たらあの会社保守法規則もうちょっとそこまで聞かれてたってのはありえますけれども今のところ一つだけで会社計算規則も今のところお一紙だけですね。であと正当可能性といいましょうか、まあ、難易度といいましょうか、えー、受験生平均点、えーまあ、これはあのご存知のようにあの平成28年の12月担当がものすごく優しくてそこからずっと一貫してこう。 難しくなりっぱなしだったんですけどもで前回がその一番難しい問題だったんですけどねそれよりはちょっと優しいかなっていう感じはします平均点としては44.5%ぐらいまあこれもね1%ぐらいの差ってのは誤差ですからねもうちょっと高くなるかもしれないです45%ぐらいはいくかもしれないんですけどもまあまあ,あのここのところ4回ぐらいはすごく難しい問題が続いてまして。 まあそれと同じぐらい難しかったんじゃないかということですね。はい、それでは、えー、っと難易度の高かった問題の解説を簡単にしておきましょうか、えー、問題2ですね、証人間の売買に関する問題、証行医の問題ですね。 飼い主が売買の目的物の受領を拒みまたはそのものに損傷による価格の低落の恐れがある場合にはあ拒みかつですね拒みかつそのものに損傷による価格の低落の恐れがある場合には売り主は再告をしないでそのものを競売に付することができるこの再告をしないでっていうあたりが、えー、どうかなっていうふうにこう迷っちゃうとこですけどもこれは商法の。 524条2項に規定がありましてこの場合は催告もいらないんですよねですから「あ」の足は正しいと「い」イの足「飼い主は売買の目的物を受領した時は地帯なくそのものを検査しなければならない」まあ、これはまあ条文そのままの規定がありますよね「う」ウの足「売買の目的物が種類品質または数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売り主が悪意であった場合にはそれを知りながら売ってたわけですから悪い売り主ですよね。 飼い主は売り主に対して利好の追加を請求することができないかというと利好の追加を請求することによって売り主保護というわけですから当然まあこの場合は、えー、悪い売り主に対して追加請求はできますよね。 これも明文の規定があります絵の足売買の性質または当事者の意思表示により特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合において当事者の一方が履行しないでその時期を経過したときは相手方は催告することなく直ちに契約の解除をすることができるまあ、一見正しそうに見えるんですけどもこれはあ当然解除なんですよね民法の場合はこの規定っては民法の 規定なんですけども民法の場合はこうなんですよね直ちに契約の解除をする解除の意思表示はしなきゃいけないとところが商法の525条ですと意思表示もいらないと当然に解除されたことになるというわけですねはいでは次問題9 株主総会の決議の下支に関する問題、判例を問う足が2紙出てますね、あの足、最高裁判所の判例の趣旨によれば、株主総会の決議に基づいて新株がすでに発行された後は、当該新株発行に関する株主総会の決議の向こうの確認の訴えは、確認の利益を書き提起することができない、これはちょっと知らない判例ですよね、えー、昭和40年6月29日という、ずいぶん昔の判例です。 でこの場合にはですね、もう新株発行無効の訴えで行けっていうのが判例の立場でして、だからまあその、その前段階である株主総会の決議の可支については、もうそこ、そんな中途半端なところで、無効の確認しなくても、もうダイレクトに新株発行無効の訴えで行きなさいっていう、そういう判例ですね。ですから、あの足は正しいんですね。井の足氏、最高裁判所の判例の趣旨によれば、株主総会の招集の手続きが、その招集につき、 決定の権限を有する取締役会の有効な決議に基づかないでなされたものであってかつその招集の通知が通知すべきすべての株主に対して法廷の招集期間に不足してなされた場合における株主総会の決議は他に招集の手続きに可視がないとしても不存在であるこれ、いかにも正しそうなんですけれどもところがまあこの昭和46年の3月18日の判例はですねこれは決議取り消しの訴えでいきなさいと。その上で このように歌詞が著しい場合には裁量契約はできませんよというそういう判例がありますこれはちょっと、えー、正解に達するのが難しい足ですね宇野足市民委員会等設置会社では株主取締役執行役または生産人は株主総会の決議の日から三ヶ月以内は当該決議の取り消しの訴えを提起することができる、まあ、株主等ということですよね正しいです NHK 株主党会の決議の内容が定款に違反することを原因として当該決議の取り消しの訴えが提起された場合において裁判所はその違反が重大でないと認めるときは当該決議の取り消しの請求を棄却することができるこれ裁量棄却の問題ですけども裁量棄却についてはあこれ条文も書いてないですけどまあいいですよね、えー、その決議の,あの手続きの法令定款違反の場合には裁量棄却できますけども内容の定款違反の場合には裁量棄却できませんからね。えー これはいいですよねだから「右の足「い」の足は丸×はこれはつくと思うんですよねだから「右の足は丸はつけられると思うんですよあと「あ」の足と「い」の足を比較してそれで「あ」の足が正しいっていうふうに判断するのはそれなりに難しい問題だと思います。はい、ではいで 問題12ですね会計監査人に関する問題です、えー、あの足会計監査人はいつでも取締役及び会計産を並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができるこれはもう条文ありますねこれに対して子会社に対してはどうかというのが井の足です会計監査人はいつでも会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め または会計監査人設置会社もしくはその子会社の業務及び財産の状況を調査することができるこれはいつデモではなくて職務上必要があるときはっていうふうに限定がついているわけですね。宇野うの指名委員会等設置会社において会計監査人はその職務を行うに際して執行役または取締役の職務の執行に関して不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは遅滞なくこれを取締役会に報告しなければならないこれは報告先が取締役会ではなくて監査委員会ということですね。 の足定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べなければならないこれも条文そのままありますよねえ、まあ、引用条文も特に、えー、書いてないですけどもありますはいでは問題13ですね臨時計算書類に関する問題です これはまあ回復。sc 試験の受験生の皆さんですと。と、えー、そんなに難しくもなく、正解に達したかもしれないですね。ただ、まあ、問題自体の客観的な難しさはまあそこそこ難しい問題です。あの足株式会社は臨時決算日における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定める定めるところにより臨時計算書類を作成することができるまそのままですよね。特に問題ないですね。えー、中間配当したりするような時ですよね。イノア氏。 監査等委員会設置会社が臨時計算書類を作成したときは会計監査人の監査を受けた当該臨時計算書類について監査等委員会の承認を受けなければならないこれは、えー、承認自体は取締役会の承認ですよね監査等委員会の監査を受けてでそれをその後取締役会に送って取締役会の承認ですね。 ノア氏株式会社は法務省令で定めるところにより臨時計算書類の作成後、遅滞なく当該臨時計算書類を広告しなければならない、まあ、これは有名なところですよね臨時計算書類は広告する必要がないということですね。江ノ橋臨時計算書類は臨時会計年度にかかる会計帳簿に基づく作成されなければならないこれがその会社計算規則の計算則のです、ね、60条2項に規定があるということですね。 まあこれはでも知らなくてもそりゃそうだなっていうので絵はまあ丸つきますかねだからそんなに難易度は高くないかもしれないですね、はい、では問題15です持ち分会社の社員の法定代謝に関する問題ちょっとこれ細かいんですよ あの足社員は総社員の同意によって退社する。これは特に問題ないと思います。井の足社員は出資の履行を行ったことによって退社する。これはね、あのー、全部履行の必要性は、えー、その合同会社以外はないですから。まあ、合同会社においても、出資の履行を行ったら退社するという法定退社原因にはなってないですからね。うの足、これがちょっと細かいですね。社員はその持ち分を債権者が差し押さえたことによって退社すると。 これは退社させることができるということで、引用条文を見てわかるように、6901項という、これ、法定退社ですからね、法定退社の問題ですので、法定退社の670には、このような、うの足のような規定はないということです。えの足、社員は貢献開始の審判を受けたことによって退社する。これは、明文の規定がありますね。はい、次、問題17。 これはなかなかか面白い問題ですね事業譲渡と株式等売り渡し請求と株式の併合さらに株式の分割について、えー、あれですね差し止め請求を聞いたわけですね。であの足事業の全部の譲渡が法令または定款に違反する場合において事業の全部を譲り渡す株式会社の株主が不利益を受ける恐れがあるときは当該株式会社の株主は えー、当該株式会社に対し、当該事業の全部の譲渡をやめることを請求することができると。まあ、要するにこれは事業譲渡に、えー、株主の差し止め請求権ありますかっていう話なんですけど、これ規定されてないんですよね。えー、まあ,あの講義ではですね、事業譲渡っていうのは対価というのが会社に支払われるから、えー、会社に損害が発生してないのに。 株主自身に損害が発生するような場合それで差し止めなきゃいけないような場合は、まあ,あんまりなかろうというので規定を置いていないという,ような話をし,たしていると思います井上氏株式売り,売り渡し請求が法令または定款に違反する場合において売り渡し株主が不利益を受ける恐れがあるときは売り渡し株主は対象会社に対し 株式等売り渡し請求にかかる売り渡し株式等の全部の取得をやめることを請求することができるとでこれはです、ね、あの特別試合株主の売り渡し請求なんですけどもこの,この株式売り渡し請求というのはその契約の当事者がその特別試合株主と売り渡し株主なんですよねつまり対象会社会社は,対象,は対象者ではないというか会社は当事者ではないんですよね当事者ではないと。 だからその定款違反というのは差し止め請求の対象には差し止め自由にはならないということですね。うの足株式の併合が法令または定款に違反する場合において株主が不利益を受ける恐れがあるときは株主は株式会社に対し当該株式の併合をやめることを請求することができる。まあ、これは条文の明文の規定があります。えの足株式会社が新設分割をする場合において株主総会の決議による新設分割契約計画の承認を要しないときはここポイントですよね。 当該新,新設分割が法令または定款に違反しており新設分割株式会社の株主が不利益を受ける恐れがあるときであっても当該新設分割株式会社の株主は当該新設分割株式会社に対し当該新設分割をやめることを請求することができない、まあ、早口言葉みたいでややこしそうなことを書いてますけども要するにこの承認を要しないときこの場合には差し止め請求権の対象にはなってないっていうそういうことですよね。 はい最後え問題18を見ときましょうこれ全部判例聞いてますと会社分割事業上との判例を聞いてますっていう問題ですねで「あの足」これはでもわかんないっすよねまあもう読んでもしょうがないんですけども一応読んおきますと「あの足」株式会社の新設分割において 分割をする株式会社との労働契約が分割によって設立される株式会社に承継されるものとされている労働者と当該分割をする株式会社との間で法廷の協議が全く行われていない場合であっても当該労働者は当該労働契約の承継の効力を争うことができないまあ、これは一見読んでそれはちょっとかわいそうだよねっていう感じでまあ罰をつけてもらうぐらいですかね 茨城・予託金会員制のゴルフクラブの名称が、えー、ゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合においてゴルフ場の事業が譲渡され譲渡会社が用いていたゴルフクラブの名称を譲り受け会社が継続して使用しているときには当該譲り受け会社が譲り受けご地帯なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り当該譲り受け会社は 会員が当該譲渡会社に交付した預託金の返還義務を負うと、えー、これはどうですかねまあ常識的に考えてそうだよなっていうふうに思えるんじゃないかと思うんですよね、えー、まあ少なくともあの後の比較で考えればこれは意が正しいだろうなっていう感じはすると思います 右の足、九州分割によりシナジーその他の企業価値の増加が生じない場合に九州分割株式会社の反対株主がした株式買取請求に係る公正な価格は原則として当該株式買取請求がされた日における九州分割契約を承継する旨の株主総会の決議がされることがなければその株式が有したであろう価格を言う。 何を言ってるんだっていうような感じですけどこれいわゆるなかりせば価格なかりせば価格っていうふうに言われているものなんですけどもポイントはその企業価値の増加が生じていない場合っていうことなんですよね。この場合についてはその決議がされることがなければ株式が有したであろう価格。 これで算定するというそういうような判例があります、えー、まあ、ちょっと知らないですかね実はこれ論文式試験ではちょっと危ないんじゃないかなって言われている論点ではあるんですけどね絵の足事業譲渡について、えー、譲渡会社の株主総会決議の手続きが必要であるのにそれを経ないまま事業譲渡が行われた場合当該事業譲渡は無効であるが 譲り受け会社がそのことについて善意かつ無重過失であったときは当該譲渡会社は当該事業上との無効主張をすることができないかいかにもできなさそうな保護されるべきだというふうな感じなんですけどもこれはまあ昭和61年の判例でですねこの場合にはもう絶対的無効であるということなのでえその譲り受け会社の善悪や問わないという判例が出てますねこれはまあ比較的有名な判例かもしれませんね。 はい、ということですね、いかがでしょうか、もう一回回答を移、えー、しておきますと、回答はこんな感じになります。はい、ちょうど20分ぐらいで、えー、こんな感じですね。はい、それでは企業法はこれで終わります。どうもお疲れ様でした。